イスラエル空軍第140飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍の飛行隊である。別名として、ゴールデンイーグルスコードロンとも呼ばれる。第140飛行隊は2016年12月に2機のカイマイナス35を受領し、イスラエル空軍でカイマイナス35を運用する最初の飛行隊となった。第140飛行隊は、1950年8月1日に、 T-6 敵3、ハーバードを運用する作戦訓練部隊として編成された。1956年の第二次中東戦争では T-6 を攻撃や紹介任務に投入し、47層 T を記録している。1950年代以末には活動を縮小し、1966年から67年の1年間のみ飛行訓練を行った以外は、 約14年間にわたって活動を休止していた。1973年7月に第140飛行隊は A-4N スカイホークを運用する訓練飛行隊として s ン空軍基地で再編された。1976年には A-4E も追加配備された。 1981年になると、1978年のキャンプデイビッド合意に基づく市内半島のエジプトへの返還に伴い、第140飛行隊は、エツヨン空軍基地から新たに建設されたラモン空軍基地に移動した。第140飛行隊は1985年に再び活動休止し、第140飛行隊が運用していたスカイホークは、 第102飛行隊、第115飛行隊に移管された。翌年1986年12月になって、第140飛行隊は、ス -16A、B ネッツを運用する飛行隊として再編されることとなった。1980年代初頭から、ス -16A、B を運用し、1981年のバビロン作戦を実行していた第110。 飛行隊及び第117飛行隊が運用機種を解マイナス 16C ブロック30に更新することになり、これらの飛行隊の F-16A、B が第140飛行隊及び第253飛行隊に移管されることとなったのである。2003年には解マイナス 16A、B の運用を集中することを目的として、 第140飛行隊は別の F-16A、B 飛行隊である、第116飛行隊のところを属するネバティム空軍基地に移動した。2013年になると、イスラエル軍の軍備費削減及び F-16A、B の段階的な退役を目的として、第140飛行隊は、第116飛行隊に合流する形で解散となった。 その後2015年にはイスラエル空軍に新たに導入されるカイマイナス35アディーアを配備する最初の飛行隊として第140飛行隊が予定されていると報じられた。2016年12月には最初の2機のカイマイナス35がネバティム空軍基地に到着し、第140飛行隊もネバティム空軍基地において再編されることとなった。なお、 海 -16 運用時代の第140飛行隊が合流した第116飛行隊も2015年に活動停止となったが、第116飛行隊はイスラエル空軍,軍で海 -35 を運用する2番目の飛行隊として再編されると報じられている。ありがとうございます。